まあ、ここは、まあ、ジャズクラブであるので、ジャズとブラジル音楽が、まあ、どういう関係があるのかということについて1回目2回目いろいろお話をしてきました。で3回目、今日はですね、皆さんもよくご存知のフュージョンミュージックっていうのが、どうして生まれたかっていうのをブラジル音楽との関わりの中で、少しだけご紹介したいと思います。そもそもあのアメリカにブラジル音楽が入っていったっていうのは1940年代にカルメン・ミランダっていう、まあ、映画俳優もやってたんですが、もともとカルメン・ミランダは実はブラジルの人ではなくてポルトガル生まれで、ブラジルに移民してから歌手になって、でアメリカにブラジルのミュージシャン連れてアメリカで仕事をし始めるんですね。それが1940年代、日本でいうと昭和10年代のことになります。で、その頃にですね、ドリナルカイミっていう素晴らしいブラジルの作曲家の曲をアメリカに持ってって歌って、でアメリカにサンバを最初に持ち込んだのがカルメン・ミランダと言われてるんですね。でその後今度は50年代終わりから60年代初めにかけてボサノバという音楽が、前回お話したのはそこに関わってたのは実はクインシー・ジョーンズという、ことを皆さんにお話したんですけれど、で今回はですね、じゃあその後アメリカの音楽界にブラジル音楽がどういう影響を与えたんだろうかというお話をしたいと思います。ブラジルという国はですね、1964年の4月1日から1985年ぐらいまでブッチ政権が20年ぐらい続いてたんですね。でそのブッチ政権の間は、まあ、あの言論の自由とかそういうのが制限されて、で音楽家たちもその自由に歌えなくなったわけですね。だから体制を批判したら捕まっちゃう、下手したら殺されちゃう、あるいはどっかにこう葬り去られちゃうような状況がある。でレコード会社っていうのは、まあ、今でも例えば EMI とかポリグラムとか EMG とかありますよね。でそういうレコード会社というのはもともとはヨーロッパの、ヨーロッパで生まれた会社なんですけれど、多国籍企業としてアメリカとかそれから日本に、例えば日本だったらソニー BLG にもあるし、それからユニバーサルとかポリグラム系の音源を扱ってる、フィリップスの音源なんかを扱ってるのはユニバーサル系、それからちょっと前だったら EMI 東芝、東芝 EMI ってレコード会社があって、今東芝が外れて EMI ミュージックになってるんですけど、そういうふうに世界中にメジャーレーベルというのは音楽を CD を、まあ昔だったら LP をリリースして、でその売り上げを本国の方にこう持っていく形だったんです。でご多分に漏れずブラジルにも、EMI が入って、それからユニバーサル、フィリップス系が入って、ソニーが入って、ワーナーミュージックが入って、で我々、まあ、僕もあのもうちょっと60年代ですけど、僕らが若い頃昭和30年代40年代に我々が一番こうワクワクして聴いたのはフュージョンとかビートルズとか60年代のああいうロックとかポップミュージックですよね。でそれはそういう多国籍企業であるレコード会社が日本に持ち込む、それから中米南米に持ち込む、でブラジルの人たちも今活躍してる人たちもみんなビートルズとかローリングストーンズの影響をすごく受けてるんですね。でそれはその時代、例えばアメリカがベトナム戦争ってあったでしょ、ベトナム戦争で爆弾を落としている、で文化的な爆弾を日本とか中米とか南米に落としてた、その文化的な爆弾というのは今お話したようにビートルズ、ローリングストーン、そういったものなんですね。それが中米南米にどこ入ってくる、そうするともともとの中米南米のミュージシャンたちは仕事がどんどん減っちゃう、で体制の批判もできない、で彼らはどうするかというと、自分たちが例えばジャズが好きだったらアメリカに行く、ニューヨークに行く、マンハッタンに行く、でその中の何人かで、例えばもともとサンパウロで最高のジャズドラマーだった
と言われていたアイルト・モレーラという人がニューヨークに行くわけですよね。ところがニューヨークの60年代って、例えばアート・ブレイキンというドラマーがいて、エルディン・ジョーンズがいて、そこにトニー・ウィリアムスが出て、仕事なんか取れるわけないんです。いくらブラジルでナンバーワンですね。同じようにリオの方のレコダス・ガーファスっていう、サンバジャズとかそういうところで大活躍したドーン・オマウンっていう、やっぱりリオで最高のビバップドラマーがアメリカに行くんです。全く仕事が取れない。でアメリカ人というのは結構保守的ですから、そんなブラジルから来たあのわけのわかんないドラマーに仕事をくれないわけですよ。じゃあどうするのか。で常にサンバは入ってる、ボサノバは入ってる。じゃあ次にどんなリズムをアメリカに持ち込んだらアメリカ人に受けるか。そこでブラジルの田舎のノルデスチのフォフォーと呼ばれる音楽のリズムを持ち込むんですね。で自分はドラマーなんだけど、そのリズムをアメリカ人のドラマーに教える。でアメリカ人のドラマーはそれを16ビートの中にうまく入れ込んでいく。でそこら辺からそのジャズのドラマーたちはフロービートでこう行き詰まりがあって、でグリーンジャズが生まれたりいろんな動きがあったんですけど、そこにこう面白いビートが入ってそれでそれに飛びつくわけですね。でそこからフュージョンミュージックが生まれてくるんですけど、でアルト・モレーラとかドン・ロマンはドラマーとしての仕事は取れないんだけど、パーカッショニストとしての仕事を取れるようになるんですね。で彼らは本国ではビリンバウだとか、さっき僕がやってたパンデロとかほとんど叩いたことない。むしろ下手なんです。下手なんだけど彼らがニューヨークのジャズシーンでそういうの叩いても誰も知らないから、彼らが下手だと分かる人はいないわけですよね。そこで仕事をどんどん取れるようになる。だからアルト・モレーラが例えばマイルス・デイビスのバンドにフィーチャリングされるのが1969年の11月19日ぐらいからなんです。はい、そもそもそのきっかけとなったのはですね、ジャズファンの方だったらご存知だと思うんですけど、ウェイ・ショーターのスーパーノバっていうアルバムがあります。スーパーノバってこの真ん中に女性の顔が映ってるのを覚えてらっしゃいます。あの女性が実はキーパーソン。あの女性はマリア・ブッカーという名前で、あの中でジョビンのジンジを歌ったんです。で歌ってて最後泣いちゃうんですね。あのもしレコードが CD をお持ちだったらお家へ帰ってもう一回ハリウッドして聴いてみてください。最初バツカーだから入ってってギターとボーカルになるんです。でそのギターを弾いてるのはワルター・ブッカーっていう実はベーシストで、キャノンボール・アダレーバンドの、60年代の素晴らしいベーシストだったんですけど、ワルター・ブッカーは実はボサノバファンで、ポルトガルから来たマリアとそれからアナ・マリアっていう姉妹がいて、その姉妹がマンハッタンにお父さんの仕事の関係で引っ越してくる。でマリアとアナ・マリアはリスボンにいた時からまあ60年代ですね、ジャズが大好きで、で2人ともアート・ブレイキーとかエルヴィン・ジョーンとかマイルス・デイビスのバンドとかそういうレコードを聴いてた。で10代の2人がお父さんお母さんとマンハッタンに移り住んできて、当然ジャズクラブに通い始めるわけですね。でキャノンボールアダルバンドのベーシストと結婚したのがお姉さんのマリー。じゃあ妹は誰と結婚したかというとウェイン・ショーター。